皆さんこんばんは。今日はですね、隣に私の妻のですね、春姉妹のことをですね、少しお話しさせていただきたいと思います。私の妻はですね、実は某大学の専門のこの脊柱側弯症のですね、障害からですね、30歳までしか生きられないということをですね、宣告このされていたわけなんですね。まあ、今の現在の年を言うとですね、後から私が怒られますのでちょっと言えませんけれども、まあ、ただ言えることは私よりも5歳年上の姉さん女房ということだけはですね、お伝えしていきたいと思います。今日もですね、片道3時間ぐらいかかったんですけども、こうやってですね、今日ここに筑後の地にですね、元気にこの来てくれているわけなんですね。 ですから今日皆さんが春姉妹と出会ったこと自体がすごくこれは奇跡だと私は思うわけなんですね。で、10年前ぐらいになりますけども、一番私たちにとって最大のピンチの時がありました。その時にこの側弯症の体のですね、背中の痛みが、腰の痛みがこのピークに達していてですね、本当激しい激痛が襲いました。で、ドクターからもですね、とうとう時が来ましたねと、要するにもう30万しか生きられないと言われてましたから、もう寿命ですということを言うような言い回しのような最大のこのピンチであったわけなんですけども、そのような時に私たちに本当にイエス様がこの希望であったわけなんですね。で、私たちはただひたすらイエス様にこの病気を治してください、助けてくださいとですね、笑おもつかむ思いで祈りました。そしたらですね、奇跡が起こって、その激痛がですね、完全に癒されてしまったんです。ドクターもびっくりしておられました。そして今こうやってですね、元気に皆さんの前にこうやってですね、今日来させていただいております。今日ですね、ここからぜひ皆さんもですね、神様を体験していただいて、神様からの希望と命が皆さんに注がれることをですね、お祈りさせていただいております。では聞いてください。
どうもありがとうございました。